トミーズファミリーの妻です。今回は女性に大人気の福山雅治さんを占ってみましたが、福山さんと奥さんの吹石さんの驚きの相性結果が出ましたので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。福山雅治さんは1969年2月の6日生まれです。端正な顔立ちで高身長な福山さんはアミューズのオーディションを受けて合格し、1988年11月に19歳で俳優でデビュー、そして1990年3月に歌手デビューされたとのことです。ネットで調べさせていただき、彼の肩書きの多さにはとても驚きました。シンガーソングライター、作詞家、作曲家、編曲家、俳優、タレント、ラジオ DJ、 写真家、音楽プロデューサーとなっていて、多彩な才能のある福山さんなんですね。私は長年アメリカ生活なので、福山さんのドラマも映画もほとんど見たことがないのですが、個人的に好きな福山さんの楽曲は家族になろうよです。聴いていると優しく心に響いて幸せな気分になり、とても癒されます。柴崎コウさんの音楽プロデューサーとしてもご活躍されているとのことですね。アンアンの好きな男性ランキングでは10年間連続2位を獲得されたとのことですね。その雑誌の企画で出会ったという吹石一恵さんの片思いから始まり、10年後の2015年9月の28日にお二人はご結婚。女性ファンが多い福山さんがご結婚された時には、たくさんの方々がショックを受けられたとのことでしたね。ご結婚を発表されるまで女性関係のスキャンダルとなかったように思えた福山さんが、突然ご結婚されるというニュースが飛び込んできた時には驚きましたね。2016年12月の22日にお一人目を授かり、確かではないですが2018年9月頃にはお二人目を授かったのでしょうかね。それでは福山さんの占いを始めたいと思います。この表は福山さんの三名学の人体図を表しています。この図で彼の運勢や性格などを読み取れることができます。この人体図にトラウ天中札と書いてありますよね。このトラウ天中札は6つの天中札の中で最もダイナミックな思考と行動のパワーを持つ人たちです。そして行動力が一番でパワフルに前進する方々なのです。東に位置していて、その東のパワーが欠けていると言われています。東は太陽が昇る方位なので、物事の始まりの場所で社会の入り口の意味も表します。その始まりの場所は母親や兄弟または友人を表しますが、その部分との縁が薄いということもあり、反対側のパワーである家庭を追い求めて生きる土台を強固に守りたいという強い気持ちを持つ人たちです。お子さんの写真がスクープされた時には、福山さんのお子さんを守りたいという思いを強く主張されていたと聞いたことがあります。このグループの方々は、例えば子供の頃母親が自分をあまり構ってくれなかった、兄弟とは喧嘩が絶えなかった、友達と一緒にいても孤独だった、そのような経験をしているために、成長すると立ち上がって家から離れて自力ですごい勢力で目的に向かっていく方々と言われています。福山さんは高校卒業後地元の企業で働かれたそうですが、その後単身上京されたそうですね。まさに自分の目標に向かってずっと走り続けてこられたんですね。男性の場合はソフトな印象のリーダーになると言われています。確かに福山さんはソフトな印象ですよね。大胆な行動力、タフな精神力を持ち合わせているのは、2代目を継ぎなさいという役目があり、子供を授かる親は子供運が良いと言われています。
また自分で決めたらあとは引かない強い意志と行動力を持っています。周囲を冷静に観察しながら計画して進んでいく。天からの強いパワーは親から受け継いだ仕事を維持継続させるだけではなく、さらに何倍も発展させなければいけない役目を担っているからです。それではこのトラウテン中殺の方々の特徴をお話しします。いつでもアクセル全開で前進、度胸があって前向き、しかし大雑把でおっちょこちょい、思い込みが激しい、難しいことは考えない、攻め上手で守りが下手、一度決めたことを方向転換したり綿密な計算が不得意。努力が実るのは30代から50代の中年期と言われています。確かに福山さんは爆発的な人気があり、現在もすごくパワフルに活躍されてますよね。ですがジェットコースターのような運勢と言われていて、手に入れたものが大きいほど天中殺の落ち込みが大きくなるのが特徴なそうです。ですから天中殺中は本来ならば自然の流れに身を任せる必要があり、風になびくようにあるがままに生活する方がいいです。しかしこのグループの方々は割とガンガン突っ走ってしまうような人たちのようです。もし自分の我を通しすぎると後で大きなツケが回ってくるかもしれないので気をつけなければいけないと言われています。さて三命学では人体図の胸の部分でその人の性格を見ることができます。福山さんの場合煞気星と書いていますよね。ちなみにトラウテン中殺も煞気星も以前占ったキムタクさんと同じです。違ったタイプのお二人ですが、女性にモテるスーパースターという点では共通点がありますよね。この星は戦い、行動力、短期、責任感を意味する星で、営業マンやスポーツマンタイプを表す星なそうです。迅速で嘘がつけない正直者、確かに福山さんは嘘のない人に見えますよね。一本気で気が短いが逆境に強い、とても行動力があって勇敢な人、気が短く竹を割ったような正直者、意地と度胸が備わっている、白黒はっきりしているので周囲と衝突もある、しかしおおらかそうに見えて神経質なところもある、感覚的に動くのでストレートな話し方をするそうです。働き者ですが長時間考えるのは苦手なおっちょこちょい。このおっちょこちょいの部分はトラウテン中殺にも同じような性質が出ていましたよね。福山さんはあまりおっちょこちょいには見えませんが、どうなんでしょうね。恵まれない家庭で育つと必ず成功すると言われていますが、不自由ない家庭で育つと中年期に一度は挫折するという特色が出ています。そして福山さんの場合は他の星との影響で一見おおらかそうですが神経質で繊細、短期ですが粘り強さがあり知恵が出てくるとなっています。また大風呂敷が特徴となるそうなので言葉には注意が必要だそうです。それでは福山さんの仕事運ですが、愛情と奉仕の星と言われていて意志に向いている、人に頼まれると身を粉にして働き尽くすタイプ、財産に縁がある、財を動かすか愛情と奉仕に打ち込む仕事が向いていますとなっています。福山さんの芸能活動からは愛のオーラが放たれている感じがしますよね。やっぱり愛情と奉仕の星だからでしょうかね。それでは両親の運を見ていきましょう。親は律儀で潔癖な性格でしつけに厳しい親、肉体的にも精神的にも若さが保つ親、福山さんとは明るい友達のような親子関係となっています。では次に皆さんも気になる配偶者運を見てみましょう。あくまでも占い上でのお話です。大変言いにくいのですが、
奥さんとはご結婚相手としての相性は良くないようで、恋人同士の方がいい相性のようです。また配偶者は人付き合いが良く、家庭的とは言えない妻、家庭を二の次にして他人との付き合いを優先が出てきて、家庭は不和が生じる場合もある。でも将来的には付き合いの良さが家族にプラスになるとなっています。そして福山さんの胸の星が煞気星なので、気の合わない夫婦関係で不満をぶつけると溝が深くなるとなっています。また奥さんの福井氏さんにとっても、福山さんは結婚相手よりも恋人同士の方が相性的にいい相手のようです。また言い争いが多い相手とも出ています。つまりどちらから見ても結婚相手としてはふさわしくないようですね。それでは福山さんの子供運です。女の子に恵まれる、愛情と奉仕精神に富んでいるが早熟な子供、そして素直で親思いの子供となっています。でもちょっと驚いたのは、男性の場合家庭外に子供ができる可能性があるとなってるんですよ。では福山さんはどんな運勢なのかを見ていきましょう。26歳くらいまでの初年運は天候星です。20歳くらいまでに生まれ故郷を捨てる宿命、まさに福山さん長崎を出て上京されてますもんね。新しい土地での生活は苦労もあるが、素質は大きく伸びていく。仕事に恋に夢多い青春を謳歌する。そして中年運、27歳から48歳くらいまでは転戸星です。病気に気をつけたい時期だそうです。夢を追いかける性格が公私ともに責任と拘束が重くなる傾向がある。音楽の世界では創作活動に満足のいく生活、実現可能と思えるアイデアを考えたりするので、家庭生活がおざなりになりやすい。福山さんの場合40代中頃のご結婚なので、その点では長年仕事を優先されてきたのでしょうかね。また50歳以降の晩年運は天照星です。80歳90歳になってもエネルギーを燃焼し続ける、とてもエネルギーが強い人で、若い者に託すということがなく、自分の周りに従わせようとするために満足を得るが、功があればあるほど孤独になってしまう、そのように出ています。さて12年周期でやってくるここ最近の天中殺期間は2022年立春から2024年節分まででした。天中殺中はこれまでの海が出る時期と言われています。またその期間に掴んだものは長続きしないと言われていて、裏目に出やすいと言われている時期です。今年の節分以降に年運天中殺が明けたばかりですが、福山さんの月運天中殺は2月立春から4月の8日頃でしたので、現在は天中殺はすっかり明けて調子が良くなってきているようですが、今年は怪我に注意の年と出ています。そして2025年後半から2026年全般は天中殺のツケが出やすいので注意が必要なようです。2027年から2030年頃は物事がうまくいく時期のようですから、さらなる飛躍を期待したいところですね。ちなみにご結婚された時期は天中殺の時期ではないようでした。少し気になる点としては、福山さんが歌手デビューされた3月が天中殺の月だったようです。今回三名学を通して福山さんについてお話しさせていただきました。あくまでも占いによるお話ですので、事実と異なる点があるかもしれませんが、ご了承ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ってくださったなら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回まで。